桜咲いてますね。うん、はい、朝日です。おはようございます。で、富士山映ってるかな。はい、どうも、高弘 GT です。今日はね、こんな山の口からお送りします。で、行きましょう。よいしょ。今日はね、4月の3日かな。うん、はい、今日はね、ちょっとね、桜を見に来たり、朝からこんなところで探検してます。はい、忍者はこの通り、ここにあります。はい、さて、行きましょうか。ちょっとね、あ、こういう時ね、呼吸音が結構目立つんでね、気をつけてやるんですけど、あの、呼吸はしちゃいますね。よいしょ、鍵落としちゃった。じゃあ行きましょう。よし、よし。で、ただいまの時刻は、5時54分。はい、行きましょう。ゆっくり帰ろう。もうすぐ6時かな。はい、ということでね、まあ、こんなとこから緊張報告スタートしたいと思います。はい、でね、まあ、緊張報告の一つとして、あの、オイル交換しました。それは自分でやりましたね。はい、すごくね、スムーズにできて、もう30分もかからず簡単にできましたね。ただね、もう動画がしませんでした。もう動画撮んないでね、やったんですよね。だからスムーズにいきました。はい、まあね、結構ね、そういう作業ってね、動画にを撮りながらやるってやっぱね、難しいっていうかね、めんどくさいんですよね、すごく。何回も確認しながら撮ったりね、撮れてなかったりね、そういうことがあるんで、今回はもうね、動画化するんでやめようと思って、もう最初から、もう作業だけやろうと思ってね。なんていうかね、まあ、こういう緊張報告でそういうことはお伝えしていこうかなとかね、思ってます、今後はね。で、動画化してもよかったんですけどね、結構ね、やっぱ大変なんですよね。まあ、もちろん編集もそうなんですけど、で、大変だった割にはなんていうか結果が出ないというか、で、ちょっと前になりますけど、チェーン調整とかね、で、今までそういうのをお送りしてきたと思うんですけど、すごくあれ大変だったんですよ、実は。撮り直したりね、編集もし直したり、結構ね、大変でした。こっち行っちゃおうかな、一回。今日はね、ここ桜が見えるかなと思って来たんですけどね、まだぼちぼちって感じです。満開ではなかったですね。はい、で、やっぱそういうね、あの、チェーン調整もそんなにあれで本当に苦労したんですよ。苦労して作った割にはその結果が出ないというかね、だとちょっときついんでね、なんで今後はこういう緊張報告でお伝えしていこうかなとかね。例えば今後はタイヤ交換もするとは思うんですけど、タイヤ交換はね、まあ、やってもらうんで、ま
そのレビューみたいのはするかもしれないですけどね。はい、そういえば、ああ写真撮んなかったや。ここでもいいかな。はい、ちょっとすいません、サムネ用の写真を一回撮って、そしたら帰ろうかな。ふい、ここでいいか。全然いい景色じゃないけど、ちょっともう、よし、じゃあ帰ろう。で、まあそういうね、メンテナンスとかパーツ取り付けとかね、そういう動画をね、まあ作って公開したとして、僕はやっぱ素人じゃないですか。うん、でやっぱね、専門的な質問されたりね、するんですよね、やっぱね。そうなるとやっぱ厳しいかなって。うん、僕はもうそういう専門家でもないし、プロでもないから。うん、でコメントいただいた以上はね、無視はできないんでね。あと間違ってたりする場合もあるんで、まあ、過去にもあったんですけどね。そう指摘されるとね、まあ、うん、まあしょうがないんですけどね。まあそういうこともあるんで、やめました。まあオイル交換しましたよ、みたいなね。今回は、こういう形でお送りします。あとね、まあ4月に入ったんですけどね。ちょっと本業の方が、もうお仕事が忙しくなってきちゃって。うん。ちょっとね、今まで僕のチャンネルは、まあ3日に1回はね、例えば遅くても4日に1回は上げてきたと思うんですけど、ちょっと止まる場合もあるというか、なんていうか、やっぱそういう動画にできない、しない部分もあるんで、うん、まあ、例えばね、こういう近所報告とか、まあ、ツーリング行った時の動画とかね、まあそういう動画が主になると思います。そういった意味で、まあどうしても間が空いちゃうよっていうことがあると。うん、で正直ね、休もうかなと思ったんですよね。あ、ここいいじゃないですか。ちょっと待った。お、間に合った。ここすげえ桜咲いてる。ごめんね、なんか話が飛び飛びになっちゃうけど。サムネここでいいじゃん。ほら桜すげえ咲いてるよ。ごめんね、なんかね、話しながらやって、何話してたか忘れちゃう。神原城っていうのがあったんですね。なんかそれトイレかな。よし、すいません、ここをサムネにしようかな。せっかく桜がいいね。よし、というわけでね。うん、なんでまあ、あとまあお察しの方いるかもしれないけどね、まあまあ動画をね、ちょっと非公開にさせてもらった動画もあったりして、うん、まあ自分も反省してる部分はあるんですけどね。まあ察しのいい方はわかると思うんですけど、うん、まあなんていうかね、もう言いたいことはツイッターで言おうかなと思って。なんでツイッターのフォローお願いします。でまあね、ツイッターでね、例えばそのね、まあこの間箱根行きましたけど、箱根行きましたとかね、うん、そういうことは言わせてもらって、で、あ、もうすぐ動画が上がるのかなって思っていただければとかね、うん、まあなんつうか。あんまりね、どうしよう、言うの やめようかなと思ったんですけどね、こういうことあんまり間空いちゃうとかさ、うん、ただ心配されちゃうとね、困るんで。うん、2週間も間空いてあれとかね、うん、死んだんじゃないかとかね。うん、なんでツイッターでまあいろいろ今後は細かく言わせていただいていこうかなとかね、思ってます。さす
さすがに動画の方ね、そんな何ヶ月も上がんないとかね、それはないと思います。まあ少なからず、まあ1週間1回はね、なんとかね。ただね、まあちょっと無理はもう正直できないかなっていうのもありますね、うん、今までちょっとね無理くり動画にしてた部分もなくはないんで、うん、なんでね、ただ無理くりやってても、まあきつかったけどそんな苦痛ではなかったんですよね。楽しかったし、楽しいからやれたんで、けど今のままでいくと絶対苦痛にはなるなってね、うん、ここは加工式だけど、どうかな、行くのかな、わかんねえ、押すのがないよね、はい、行った行った、大丈夫だ、二輪車で加工式ってちょっとね、あまり反応しないんじゃないかって思っちゃう。はい。なんで、まあ要は何が言いたいかっていうと、まあ、まあ動画上げたい時に上げさせてもらうと、まあ、あくまでね、なんていうか元ブログが趣味なんでね、うん、まあ、もうすぐで登録者数1000人でね、頑張りたいところなんですけど、うん、まあ1000人が目標とかね、そういうことじゃないんでね、まあ楽しくやんなきゃね、意味がないんでね、うん、よし行くぞ。まあそんな感じで、うん、でも結果的にはそんなね、もう下手したら2週間もそんな開けないと思うけどね、俺の性格上。まあ、仕事が忙しくなるって言っても休みがないわけじゃないんで、休みはあるんでね、よし、そこでまあ走りに行けるし、まあ編集もできると思うしね、全くできないわけじゃないし、もう元ブログ休んだら、よし、元ブログ休んじゃったらもうバイク乗んなくなっちゃうんでね、それが困るんでね、バイクはまだまだこれからも乗り続けるんで、はい、なんか申し訳ないですね、なんか弱気な発言でしたけどね、今回は、うん、別にやめようとかそういう気持ちはないですよ。はい、で結構ね、もう本当に楽しみにしていただいてる方も結構多いんで、そういうコメントいただくとね、やっぱやってよかったと思うしね、まあ、これからもやりたいし、まあ、楽しくやりましょうみたいな、よし、おお、富士山綺麗だって、はい、ってことでした。よし、今朝の6時か。まあね、さっきも言ったけどツイッターのフォローしていただければ、まあ、そちらで、まあ、言いたいことは言わせてもらうみたいな。まあ動画だとね、どうしても、うん、動画にすることもないかなみたいな感じもあるんでね。はい、まあそんな感じで、大変申し訳ないですけど、なんていうか心配しないでください。まあ本当にね、まあ、いや、その結局はあげるとは思うけどね。はい、ということでした。なんでやっぱその、まあもちろんね、これからパーツ取り付けとかねするかもしれないんですけどね、まあ、そのレビューはすると思うんで、タイヤ交換とかね、まあそういうことの、まあ動画にするかもしれないんでね、
まあ、あと新しい企画とかも考えてるんで、はい、ということで、今日はここでもう時間なんでエンディングを迎えたいと思います。またお会いしましょう。よし、よし、よし。あとね、言い忘れましたけど、とりあえずね、箱根には行ってきたんで、まあ3月20日かな、あれ。まあちょっと前に行ってきたんですけどね。まあそれは動画化してますんで、まあそれはちゃんと予定通りお送りしますので、お楽しみにってことで。はい。どうもありがとうございました。